API のことについてまずお話をしていきましょう API は OpenAI 社のページに行ったらですねそこで通常はこのプラットフォーム OpenAI.com ここに行くとこんな画面になりますそしてもう皆さんが ChatGPT を使っているならばこれがマイページにもなりますので画面右の上の方に このようにですね、パーソナルということで出ています。ここでですね、クリックをしまして、View API Keys というところを押すと、こんな画面になります。ここで API Keys というのを取得していただくことになります。これは3ヶ月18ドル分まで無料です。18ドルってですね、 とってもたくさんの利用ができるわけですけれども僕の場合で言いましたら利用量が簡単にわかるように画面左にこのようにですねボタンを押すと3月の利用状況がわかるわけですね今開発をバンバンやっていますけれどもこちら見てください そうですね。0.02ドルもいってないですから0.01ドルですね。ということは1ドルの100分の1ですから1円50銭日本円で言えばですね。そのぐらいの金額で僕のように開発してたとしても使っていません。実際ですね。これを2ドル分使ったとしたらですね。約2000万文字ぐらいですね。 一応、1000トークン0.0002ドルという風うに、ここに書かれています。ですから、その計算でいくとですね、1ヶ月2、300円分使おうと思ったら、約1000万文字の応答ができるわけです。まあ、その程度ですので、今、無理やりですね、 まだ入らなくっても僕のソフトは無料で使っていただきますのでその API の取得なんですけれどもここに Create New Secret Key というのがありますのでこれを押してくださいそしたらここに表示されているよりもっとずっと長いようなコードが出てきますのでそれをコピーしておいてください忘れるとまた新しい コードを発行しないといけないので必ずどこかに置いておいてください。そしてその API キーを環境変数に登録していただくことになります。これからその環境変数の登録の仕方についてお話をします。環境変数は検索文字のところからですね、まあ僕の場合はもうやってありますけれどもシステム環境変数 こういうところを開けていただく、もしくはこのスタートメニューからですね、えー、やっていただくということで、システムの環境変数の設定を表示します。こんな感じの画面が出てきます。そこの環境変数というところをクリックします。すると、このような感じになっています。僕の場合、一番上側にありますけれども、 僕のソフトを使っていただくときは、ここの環境変数というところにですね、Chat GPT アンダースコア API アンダースコアキーというのを必ず入れていただきます。ここで新規というのを押しますと、この変数名というのがそれに当たります。それを入れていただいて、下の段には 先ほど絶対忘れてはいけないよと言いました API キーそれをここに貼り付けていただいて OK をしていただくとそれだけでいいですこのように登録ができますが僕は今隠してあります交差へしていただくと今度は僕のソフトをダウンロードしていただきます概要欄に貼っておきますので 僕のホーームページに行ってください。そうしましたら今日現代は一番上にですね開発アプリということでこんな画面が出て1.2顔文字対応というふうになっていますこの辺のところを読んでいただいたりそして環境変数のことがもう一回わからなかったらですねここに環境変数用のマニュアルもありますそうしましまて、ここで、 最新のダウンロードができるようになっています。ここでダウンロードを押しますと、ドロップボックスに飛んでいくようになります。はい。ここでですね、ダウンロードというのがあります。確認のために、この黒いところですね、村長チャット1アンダースコア2という風になっています。これをダウンロードしていただきまして、適当なところで 回答をしてください。exe ファイルの圧縮ファイルですので、ちょっとダウンロードもやってみましょう。このように押しますと、どこかのフォルダーに入れてくださいという風に出ますので、通常皆さんの場合はダウンロードホルダーですね。ここに保存することになります。保存しましたら、フォルダーを開いてみましょう。このようになっていますね。これを ダブルクリックしていただきます。はい。このような画面が出ると思います。ここで詳細情報というのを見ますと、ウィンドウが隠れてたら、こうやって動かしていただくとですね、実行というのがありますので、この実行をしてください。そうしましたら、どこに展開するかとかですね、回答ソフトによってはいろんな方法がありますが、ここでダウンロードホルダー、 という風になっていますので、ここに展開をします。このようにフォルダーができました。このフォルダーはどこにあってもいいですので、自分の好きなところに移動して使ってください。ファイルの中身はこんな風になっています。このチャット exe というのをダブルクリックしていただくと、はい、このような画面が出てきます。ぜひ皆さんも無料ですので使ってください。 API の使用料だけは個人でお支払いください。ということで今日は無料で発表させていただきました。もうどん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 使ってください。村長スタジオでした。またねー。